それほど高くないのもあるんだね。ん？でもこんな安いのでよかったの？もちろん消耗品だからね。ありがとう、ナサ君のおかげで可愛い下着もいっぱい買えたわ。それはよかった。旦那様も逮捕されなくてよかったわね。でも結婚してるってことは、いつか下着姿のお嫁さんを見られる日が来るのかな。あのさ。ん？どうしたの旦那様。そのもし僕が見たいって言ったら、司ちゃんの可愛い下着姿を見せてくれる？そりゃいくらでも。じゃあ次は旦那様の服買いに行こうか。そうだね、買おう僕の服。そうよ、おしゃれなのね。おしゃれな。恥ずかしすぎて二人でしばらくごまかし続けた。